昨日午前、東京練馬区で子供が車の窓に首を挟まれ抜けないと、ミニバンを運転する30代の母親から119番通報がありました。警視庁によりますと、車に乗っていた2歳の女の子が窓に挟まれました。お前の急ご取り入れちゃってましたけ、ね、挟まっちゃったらどうしようどうしようって、ちょっとうろたえてる感じでしたけどね。すぐ来てましたけどね、救急も。 女の子は病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。当時、車内には母親と女の子の2人っきり。女の子は後部座席の右側に座っていたとみられます。母親はチャイルドシートのベルトを締めずに娘を乗せたと捜査関係者に説明していることも分かりました。さらに、当時の状況について母親は運転席のスイッチを操作して オートで後部座席の窓を閉めたしばらく走ると娘が静かになったので確認したら首が窓に挟まっていたという趣旨の説明もしているということですこの事故を受けて母親の皆さんはびっくりしましたより安全にちゃんとこう改めて気をつけていかないといけないなって思いました首が閉まる って思ったことがなかったのでかわいそうだなって思ったのとまあ、でも自分にも起こり得るのかなと思いましたこの子もすごくチャイルドシートとか嫌がるのですごく泣かれた時とかもしかしたら自分もねちゃんと乗せない場合があるかもしれないので他人事とはまあ思えないなこれは2017年の JAF の実験映像ですパワーウィンドウの閉まる力を調べたものです ミニバンではごぼうが簡単に切れました。そして軽乗用車の窓に差し込んだ大根はこれも簡単に切れました。では閉まる際に何キロくらいの力がかかっているものなのか。 ジャフが行った実験によると、メーカーにもよるんですけれども、20キロから30キロぐらいの力で窓が閉まるということが出ています。小さい子供だと、もうちょっと抑えきれないという,うな強さだと思うんですかね。うん、そうですね。まあ男性でもギリギリ語って、女性だと両手でギリギリ抑えれるというような力になっています。ジャフ愛知支部によると、メーカーや車種によっては。 窓の挟み込み防止機能がついているものもあるということですが全部の座席についているとは限らないので注意してほしいとのことですパワーウィンドウで閉める時は、えっときは必ず何かものが挟まっていないかを確認していただくだったりとかお子様が乗っているときは一言今から窓閉めるよと言っていただくと良いかと思います消費者庁も窓を閉める際には 子どもの顔や手が出ていないか、大人が近くで確認しながら操作するよう呼びかけています。また、窓をロックする機能の活用も促しています。警視庁は母親のミニバンのパワーウィンドウに挟み込み防止機能がついていたかなど、事故の詳しい戦いを調べています。